こんにちは、福祉の未来デザイン研究所の泉です。カフェイーヨで出していただいたこのカフェオレ、とても甘くて美味しかったですね。先週に引き続いて僕は神戸市垂水区に来ています。今回の動画のテーマはソーシャルアクションとは何か。ソーシャルワーク理論の間接援助技術として名前をよく聞くわけですけれども、では具体的にどのような取り組みを指しているのか、また具体的な実践例などについて、先週に引き続き社会福祉法人水星さんにご協力いただき撮影をしてきました。垂水の地域住民の方たちといかに協働していくか、水星さんの取り組みを通じて勉強していきましょう。ちなみに先週は障害者総合支援法など法制度にも触れつつ、障害者の就労支援についてをテーマに動画をお届けしました。まだご覧いただいていない方はぜひそちらもご覧ください。そしてチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。では今週も始めましょう。よろしくお願いします。福祉の未来デザイン研究所、水星さんが運営しているカフェイーヨをご案内いただいているのが理事長の岸田さんです。先週に引き続いてありがとうございます。ここカフェスペース、はいはいはい、でこの壁の向こうが B 型事業所で、もともとうちの法人のコンセプトが、生きづらい人とか働きづらい方を応援するっていうのをやらせてもらってて、障害ある方だけが、そう、生きづらい方だけではないなと。やっぱりその引きこもりの方とかも、そういった制度の狭間でいくと、やはり大きく言うと社会的に孤立されてる方ってやっぱたくさんいるなっていうふうに思ってて、ただそういった方って今の制度ではうちの事業を使ってもらえないといいますか、使いづらいので、カフェという形にして、そこの部分でそういった方に何かできることはないかなっていうので、こういったカフェを作ろうと。作りましたよっていうわけじゃなくて、やはり地域の方とやっぱ一緒に作っていきたいなっていうのがあったので、一旦はカフェとしてやりましたけども、これからみんなと一緒に作っていきたいっていう余地も残しながらっていう形で、はい。この高木さんのお話の通り、いわゆる制度になかなか当てはまらない、でも何かしらの困難さを抱えている人たちのための働きかけこそがソーシャルアクションなのかなと思いました。一応教科書的な定義はテロップをご覧ください。で、具体的にどんなことをしているかというと、うちがここで地域の方をつないでいくハブ機能としてやっていきたいと。結構いろんなお客さんが来てくださって、例えば私英語教えれるよとか、畑できるよとか、ワークショップっていう形で9月から始めて今で5回目ですね、をちょっと開いてます。で、この店内にも飾っているんですけど、ドライフラワー、この近くにお店があるんですけども、そこの方に来てもらって、それ以外にもアロマ教室やベビーマッサージなど、地域の方たちが運営する側に回るワークショップをすることで、新たなコミュニティに参加できる機会作りをされていました。困っている人来てくださいではなくて、みんなが自然に来てもらう中で、そこでじゃあちょっと相談をしていただいたりとか、そんなことをワークショップっていう切り口を使って、そんな活動を今させてもらってます。そんなわけで、水星さんはこういったソーシャルアクションの視点を重視されているわけですが、そこにはソーシャルワーカーとしての価値を大切にする岸田さんらの意思が大きく反映されているのかなと思いました。まずこの仕事をやろうと思ったのが14、5歳の時に、先生たちが言う、親たちが言う、社会が言う、いい学校に行って安定した職業に就くっていう人生が本当にいいんだろうかと。自分は叩き上げになりたいと。実力で価値が出せれたら大丈夫なんじゃないかと調べて、どんな資格があるかなとか。でその時にソーシャルワークが、ちょうど精神保健福祉士ができて2年目だったん でソーシャルワークっていうのをグローバル定義っていうのを当時見た時に、社会的少数の人のために社会変革をするっていうふうに書かれていて、そこには高齢者とか保育とか障害っていう文字はなくて、マイノリティの人のために社会変革すればいいんだっていうふうに言われて、あ、これ社会に抗っていい職業なんだなと、オフィシャルに抗えるっていうふうに思って、あ、めっちゃいい仕事っていうふうに思って、ソーシャルワーカーとして今ある社会の課題を解決していこうと。ただ障害者施設を運営するだけではなく、さまざまな働きかけをされているみたいでした。例えばこちらなんか、 LGBT ダイバーシティ担当しております三宅と申します。一番初めのきっかけとしては、やっぱり法人内で
LGBT の方の相談があったことがきっかけです。障害がある中で LGBT 当事者であるというダブルマイノリティと言われるんですけど、ちゃんと自分が働けるのかとか、企業さん自身もどうしたらいいのかわからないという声がありました。一つの16ページ分の冊子作りをしてみました。作成のために三宅さんは赤い羽共同募金の基金をもらうためのプレゼンをしたり、いろいろ働きかけてこの仕事を進められたということです。本当に幅広い活動をされているなと思いました。私が一番そのマイノリティの就労というところで一番大事にしているところなんですけれども、みんなが働きやすいには働きやすい職場になるにはどうしたらいいのか、もうヒューマン人間全体に優しい社会ってどうやったら作れるのかなっていうのを一緒に考えていくというようなスタンスを大事にしています。地域への働きかけを学ぶというところで実際の様子を見てみることにしましょう。ちなみに垂水の商店街との関係は利用者さんの超短時間雇用を積極的に推進していくというところからスタートしたみたいなんですね。ここも超短時間してもらってるのもある。今超短時間雇用といって、はい、東大の先端圏にある先生とあと神戸市さんと人でちょっといろいろやらせてもらっている中での働き方なんですけども、週20時間以上働けるっていうのがある種一定の働く条件だったんですけど、やっぱり一方で20時間未満でも働ける人ってたくさん世の中にいらっしゃいますし、20時間未満でも来てほしいっていう企業さんっていうのもきっといるだろうと、結構昔からのお店さんが多いんですけども、やっぱそこもなかなか若い人が働きに来ないということがやっぱ結構あってですね、で一方で働き手の方も高齢化している中でやっぱりやってほしいことがたくさんある、でも人が来ないっていう時に、今なんかは今うちに来られている利用者さんがそこでですね短時間雇用でお世話になるっていうケースも増えてきてて、そういったお互いがウィンウィンになる。こういった時に障害のある人たちの働く場所を作っていくという視点だけではなく、働きかける地域の側の課題、例えば人手不足であるとか、そういった点、両方の課題と課題を掛け合わせることによって両方解決していくという視点は重要なのかもしれないですね。実際に垂水の商店街で超短時間雇用を受け入れていたカフェに連れて行っていただきました。喫茶ブラジルの竹中です。超短時間雇用っていうのを知ったきっかけが、水星さんである。で僕の自身 その仕事の量が、逼迫されてて、それの仕事の洗い出しをさせてもらって1時間とか2時間とかで補助してもらうと、よかったですね。本当に一番最初は椅子を磨いてもらうっていう結構きついですけど単純な作業を お手伝いしていただいて、ちゃんときれいに磨いていただいてお客さんも喜んでいただいてっていう、本当ウィンウィンだな。それのいいところがちょっといろんな条件はあるんですけど、 B 型に行きながら働けるっていうのが神戸市独自の制度なんですけど、働いて自信もつけるし、一方で働くだけだったらやっぱり体調の不安定さがある方は作業所に来てっていうので、それはメリットかなとは。お金をもらう、お給料としてもらえるってことが相当やっぱ嬉しかったっていう、もともとその方は就労は自分には無理だって結構最初の頃は言われてたんですけども、長短時間通じて半年ぐらい経った頃からですね、自分もできるかなっていうので、やっぱりすごい自己肯定感が上がるのにつながったんじゃないかなって。文科省の調査で障害ある人の卒業でどんな風になっているのかを文科省が調べたりしてるんですけど、これなんですけど、岸田さんらと商店街との取り組みが先駆的であると論文などにまとめられたものを紹介されている様子です。日々の何気ない取り組みが全国的にも意義ある活動になっているという点を伝えることで、継続した地域との良好な関係構築を目指そうと、そういう動きかもしれないですね。こういう地域の人たちとの良好な関係には理由があって、イベントとかですごいアイデアを出してもらったりとか、積極的にこうやっていただいてるんで、その辺は僕たちにない考えを持ってる方たちなんで、それは助かりますね。イベントってその地域の行事とか、ハロウィンとか、その夏祭りとか、やっぱりすごいまた活性化していくっていうか、自分たちも地域の中の一員であると意識を持って、街づくりに積極的に関わっていく、そういう姿勢が地域の方たちとの良好な関係を作っているのかなと。
まあ、社会福祉法人として今させていただいてるんですけど、社会福祉法人って税制優遇してもらえてるんですよね。だからそこで言ったら民間さんとは違って、やっぱり利益をこう何か社会のために使っていくっていうのはもう必須だなと。こう今の社会って別に障害者だけじゃなくていろんな人が生きづらいし働きづらいし、児童養護施設なんかでもやっぱり働くのが困ってしまってるけど、セーフティーネットもないであったり、生活保護に一回なっちゃったらなかなか戻る術がないとか、それに対してなんか自分らできることないかみたいな。児童養護施設の子が夏休みとか冬休みにアルバイト行けるようになったら、うんうん、そしたら職域も自分これが向いてるとか分かりやすいじゃないですか、うんうん、であればこの地域の人の職場に行かせてもらうのがよくて、で塩屋商店会の人にも声かけてて、あと垂水商店街にもちょっと声かけたらいいなと思って今日行くので、カテゴリーに分けない、人で分けちゃうから生活困窮者とか障害者とかだからサービスが狭くなるんですけど、生きづらいとか働きづらいっていうふうに横串で考えると、別にそこがたまたま障害者だけだったとか、たまたまそこがシングルマザーだったとかっていうだけなので、なるべく横串で働きづらい人この指止まれみたいにできれば価値があるんじゃないかなと思って今作っています。この児童養護施設に対する見学会のイベント、こういうのも積極的に広報されていて、先ほど訪問した喫茶店の店長さんにも早速お知らせをされていました。このように地域の方たちや企業を巻き込むための広報活動みたいなものはすごく積極的にされているということでした。もうちょっと企業さんも巻き込めたらなおいいなと。で最近では企業さんに見学会とかをこう持ちかけて、今僕企業団体にも入ってるので、児童養護の問題とか話すと結構みんな関心あって、僕ら福祉って結構企業さんは冷たいもんだって勘違いしがちなんですけど、企業は企業でなんか社会問題なんか自分らしたいなとか、最近だと SDGs とかもねあって、より後押しされてて、企業さんはそういう思いであるんだったらそこを活用しない手はないと。結構やっぱり地域にいる方で力になりたいっていう方結構やっぱいるんだなっていう、でそういうきっかけやっぱ探してる方多いなと思いますので、つながる文化を作るにも、まあ、こういったカフェを拠点に、まあ、広げていけたらなとは思っています。こんにちは。こんにちは。経営者の方なんですけど、めっちゃいい人なんです。いやいやいや、悪いです。カフェが閉店後、児童養護関係で困っておられる方について協力できることはないか、地域の経営者の方が集まって話し合いをされていました。環境を調整し、潜在的なこういった思いを形にしていくというのも大切なソーシャルアクションだなと思いました。みんながウィンウィンになって、もう前向きにこう課題解決できる話なので、すごく進めていきたいなと今力を入れているところです。今日は本当にありがとうございました。どうも失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。障害とかだけではなくて、生きづらい人、働きづらい人に健康と自信と希望を提供すると、まあ、そんな法人になりたいっていう話をさせてもらって、自信がつくようにその人のいいところを見つけるっていう状態をちゃんと作っていくべきですし、で健康がちゃんと守られて、本人が自信がついていれば希望っていうのが あれしてみたい、これしてみたいって言えるようになると思うので、それで普通のことだと思うんです。何も諦めなくていい状態、ちょっとでもマシな社会になるようにするというのは、大人として福祉道の本じゃなくて大人としてすべきだなっていうのはすごく思っています。少なくとも自分の見えてる範囲はフェアであってほしいし、なんか明るい状態であってほしいなっていうのは常に思っています。水星の皆さん、岸田さん、高木さん、関係者の皆様、お忙しい中撮影のご協力ありがとうございました。今回はソーシャルアクションをテーマに動画を作成しました。ソーシャルワーカーなど福祉専門職だけが一生懸命頑張るというのではなく、その地域を構成するさまざまな人たちが抱く潜在的な地域を良くしていきたい、社会の役に立ちたいという思いを大切にする、ソーシャルアクションはその思いをつなげ形にし、また発揮される地域の文化づくりの側面があるのかなと改めて考えました。大変勉強になりました。ありがとうございました。
福祉の未来デザイン研究所ではこのように全国各地で意義ある活動をされている個人団体を取材して動画にまとめ発信する活動をしています。毎週金曜日に新作の動画をアップロードしますので、ぜひチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。では今日はこれぐらいで終わりましょう。福祉の未来デザイン研究所泉でした。今日も一日皆さんにとって素敵な一日になりますように。ではまた。